よしと、それではおはようございます。安部チャンネル安部です。おはようございます。登場しました、ヨッシーライダーです。はい、それではコーナーライブ今日もねやりたいと思います。お願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ社長今日はレイレイさんおはようございます。じゃあ今日もねよろしくお願いします。お願いします。ヨッシーさん、こんばんはと入ってますよ。あ、どうもこんばんは。またラーメン食べたんでしょうか。またとか言わない。はい。すいません、ちょっとね時間の方が遅れてしまいました。ちょっとバタバタしちゃって、ですね、ちょっと待ってくださいね。ちょっとライブの映像確認を。バレた、バレたと来てます。ヨッシーさんバレたみたいです。いや、ラーメンは美味しいですからね。今日食べた、今日食べた、今日食べたんだ。醤油が一番ですよ。ノーマルが一番ってことですかね。そうですね、意外と普通の醤油が好きですね。映像が、ところで粛清メーターが、あ、どうですか。もうだいぶオーバーしてるんですけどね。そういう時に限って来ないんですよね。そうなんですよね、待ってると来ないのが粛清と。どうしたらいいんでしょう、こういう時は。あれ、映像も来ないな。おい、あらら、あれれれ、あれ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 、流れてますよねこれ。あ、メッセージ来たってことは流れてるな。そうですよね。さあ、じゃあどうしましょう。あ、来た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 。ちょっとすいません、ちょっと待ってくださいね。あ、来た来た来た、よかった。はい、すいません、お待たせでーす。はーい、はーい。それはですね、今日はまた粛清メーター超えてるんで、一応粛清が来る予定でいますけど、はい、ね、ヨッシーさん、来ませんね、ちょっとも。来ないですね。来ないですね、はい。何やって時間潰しましょうか。また遠くへ行っちゃうと、そうなんですよね、またいつ来るか、戻れる範囲でちょっと遊んでます。はい、あら、こら。邪魔。お、いいですね。いい、渋滞してますね。渋滞。この拠点狭いもんで、ね、すいません。あ、勝手にこう、かい、どうしたらいいんだこれ。まずいまずい。しょうがない。非常口から出るか。あ、ありましたね、非常口。ここしゃがまないと出れないですよね。あ、本当ですか。背が高いからヨッシーさん、リアルと一緒で。これどうしたらいいんでしょうこれ。よっ。あ、無駄に飛び込みました今。こういう時に限って成功します。はい、成功と。さて、まあ、粛清を誘導するためにね、ちょっとここのあのヨシさんのね拠点をちょっとね壊させてもらいましたけど。あ、何もない。またまたそんな三文芝居を。あと上には、上は残ってます。そうですね、あそこちょっと残ってますね。ペンギンのお腹から上だけ残ってますね。そうですね、ペンギンが残ったかな。はい、はい、で、このタワーは無事ですね。そうですね、ここはあえて取り壊ししませんでしたけど。で、基礎もちょっと間引いたんですよね。ああ、そうですよね、吉井さん、さっき、はい、されてましたよね。それなのに基礎の数関係なく来ちゃうっていう説も。そんなツイートを今日見つけてしまって。あれ、あれ、柱がこんなとこ突き抜けてる。今気になったもんでちょっと登ってみましたけど。ああ、なんか間違えましたねこれ。本当ですか。どうしましょう。粛清来る予定の拠点へ行っちゃいます。賭けに出ますか。一応待ち受けてるのは、あっちの足高山の方ですよね。そう、足高山、そうですね、手前。あ、いや、足高山でいいのか。はい、そうですね。一応ここ今、ガニュード海岸と名付けてるんですよね。どうしました？粛清が始まった、終わった。ええ
なになに、あれちょっと待ってください、あれもう来ちゃった、え、どこへ、え、始まった終わった、これから来るのかな、え、ログで始まった終わったって、え、ええ、まさか、でもメーター持ってないですもんね、これからか、じゃあメーターまだ満タンですよ、そうですよね、粛清終わるとこのメーターまたゼロに戻るんですよね、はい、どういうこと、あだからあれか、あれが抽選が入ったってことか、あ、そういうことですか、あれでもだいぶ前だな、ログ8時、8時、そうですね、今ログを見てるんですけど、まさかどこは分かんないのか、まさか北の拠点に行ったらもう全滅してるなんていう、え、そんなバカなあれ待てよ、寝具がないな、え、あ、お、あ、来た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 、あと10分スタッフ、やーべー、ここだ、よしじさん、ここです、ここですか、だけど今キッチンスタッフって出たもんで、あれかな、あ、やべ、苦難の輪がない、え、もう建築できないからあれですね、全殺しで行きましょう、え、ここへ来ちゃうんですか、ここです、ここに来ちゃいますね、あらまあ、あらまあ、あー、でまたこの安井さんの拠点が標的と、そうですね、今日は壊されちゃうかな、どうかな、いや、じゃあ僕どっかペンギンの方に避難しておくおっとおっと、逃げる気ですか本当にここ来るんですか、これここに来るってどこで 見てるんですか、あ、地図を開いてみてください、地図を開く、はい、はい、処刑人の、でここをグーッとアップしてくれると、赤い、剣のこう、バッテンで粛清って出てると思うんですよね。出てますね。はい、出てます、出てます。それが、来る場所です。来る場所、この、ってことは、この、拠点よりも、はい。南？だから、ヨッシーさんのそこのタワーかもしれないですよね。若干南になってるから。あー。だとしたら、ラッキー。ああ、そうか、ここ基礎、この辺で基礎が一番使ってるのここですもんね。ユシさんタワーです。まあ、自分これ基礎一個も使ってないもんで、あれですよね。タワーの方ですよね、まあ。ああ、ちゃー、来るのか、こっちへ。だけど、向こう海ですからね。絶対こっち通りますから、攻撃されると思うんですよね。どこで待ち受けしたらいいんだろう、これ。とりあえず、タワー登って見ますか、どっちから来るか。ああ、そうですね。これはゴンドラがついてるね。ゴンドラね、さっき下へ引っ張ってきましたんで。ああ、ナイスです、ナイスです。あ、ここ縮まないと早い。あれ縮まない。あれれれれ、何やってる何やってる。はい、どうぞー。はーい、どこだ、今ヤンキー座りしてます。そんな接近されると恥ずかしいな、ヨシーさん。後ろもか。これ立ち上がると頭使えちゃうんです、この。しかも、このホンダのこの兜。はい、ホンダとです。この鹿の角みたいなのがかなり。桃レンジャーここに隠しといたのに、来ちゃうのか。来ちゃうのか。桃レンジャー隠しといたのになぁ。あと7分。マジっすか。キングスタッフだからどっち来るんだろうな。おお、高いな。いやー、じゃあヨシーさんのタワー拠点今日で終わりかな。あらま、まあ、2個ありますからね。あらま、はい、そうですね。2個ありますから、まあ。で、一応雪国の方のもうタワー高いのを作ってありますんで。あ、そうですか。あ、そうですか。タワーはあるわけだ。あれ来ないな。こっからこう、あ、まだ。あと6分。あと、そうですね。そうですね。どっかあの地図で言うと、あ、今まさにここじゃ。そうですね。こっちなんですよね。だから。やっぱここを目指してくるわけですか。ここ目指してきてほしいですね。あらまあ。あらまあ。これ、
上にいて大丈夫なのかな。下降されば崩れますよね、これ。落ちて死ぬっていう、その、粛清にやられるんじゃなくて、あの、転落死っていう。それもなんか、情けないですね。空中に浮いてます。空中浮遊の術、今使ってます。空中浮遊の術。はい。なるほど。おお、本当に浮いてる。昨日マンモスが空飛んできましたからね。最近よく飛びますよね、マンモス。その前はイノシシも飛んでましたし。そうですよね。あと、クモも飛んでましたよね。クモ、その前の時は、ヤスメさん飛んでましたよ、かなり。あ、自分飛んでました、本当ですか。はい。僕の方の、動画だと、だいたい15メートルぐらいはジャンプしてましたね。本当ですか。さてさて。あと4分56秒ですね。よかった、だけど来てくれて。来てくれてなんですけど、ここですよね、まさに。そうですね、はい。本当、こっちに来たら、本当にやっぱあれですよ、まだ土台の方に来るっていうことですよね、まだ。まあでも、土台関係ないっていう話も出てたんですよね。まあ、関係なく来たっていう、土台がゼロのところに来たっていうツイートでしたね。そうですね。はい。しかも、なんだっけ、あの、作戦ねって、こう、馬防柵みたいのを、あの、織田信長みたいに作っといたのに、はい。その内側に湧いてきたっていう話も出る。中湧き。あります、あります。なんだろう、あれ、石が落ちてる。馬防柵か。あ、ごめんなさい、捨てちゃいました、さっき。ああ、さっき。何があるのかなと。人の拠点にゴミを捨てる癖があるもんで、自分そんなこと言ってる位置に3分49秒ですね。ですね。ウシさん HP 随分と、あ、その装備着てるからか。あ、これですか。HP 随分高いなと思って。740ありますよね。はいはいはい。740って結構高いんですか。そうですね。はい、シックリッツさん、こんばんは。そうですね、今日はあの、第2回目の粛清ですね。はい、また同じところに来てしまいましたけど。はい。あと3分半です。よろしくお願いします。はい、毎週粛清で、毎週。噛んじゃった。毎週粛清って言いにくいですね。言いにくいですね。毎週粛清、言いにくい、確かに。で、この高さから弓って当たるんですか？当たると思います。あれ、下に誰かいる。当たるけど、ちょっと狙いにくいですね。ああ、そこに。降ります。あ、まあ、見えてからいいか。ここ、このまま飛び込むと、あれです、階段についちゃいます？それとも、水に落下できます？あ、大丈夫です。あ、大丈夫ですか。前、こっから飛び込んで、はい、配信してましたよね。向こうのタワー。配信したっけ、うん、向こうのタワー建てる前。あ、そうでしたっけ。あ、そうかそうかそうか。じゃあ、飛び込んじゃいます。そうですね。まあ、2分、まあ、来てからでもいいですけど。来てから、どっから来るの？本当に向こうから来るのかな？っていうか、バツ印がここになってるってことは。そうですね。だからそっちの細道から来てくれればまっすぐこっちですけど、またハイエナの方から来られたら自分の方に多分寄っちゃいそうな気がするんですよね。この間は細道じゃなくて、ハイエナの方から来たんですよね、第1波は。で、第2波はそこに見えるキャンプの、いつも先頭にこう、一人立ってるじゃないですか。そうですよね。あそこ、はい、あの辺来たですよね。はい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 。で、僕、ペンギンの上にいたんで、あ、はいはいはい。どっから来たかは、その後どっちへ進んでったかよく分かんなかったんですよ。そうだ、部屋から出れなくなっちゃったんだ。ああ、そうでしたよね、あの時は。第2波の時は、はい、読み込みが遅い。成果なんか、はい、はい、ドアが描画されなくて、気持ち悪いことになってましたなどと言ってる間に1分24秒。お、もうちょっとまっすぐ行ってくんないかな、こっち。どっちへ来るんだか。やっぱこの間ちょっとまあ軽く済んじゃったから、ヨッシーさんにもっとこう粛清のこう恐怖を味わってほしいなと思って。でも3回死にましたからね
もういいです死ぬのは。もういや。あと1分か。そう、後で安部さんの動画を見たら結構屋根の上とかから狙ってましたよね。そうですね、そうですね。あそこから迎撃しようと思ったんだけど、あの手前の壁が邪魔で。いないなと思ったら、あそこに、あんなとこに。安全なとこで。はい、さてさて、どうしましょう。こっち方向に飛び込むと多分その、やばいっすか？この海方向なら大丈夫だと思うんですね。あ、はーい。っていうか、どこにいるんだ？どこに、あ、ちょっと。もう見えてきそうな気がしますけどね。はい、あと12秒。12秒。いや、しまったな。苦難の場作ったけど、でもここに行くとは思わなかったからな。取っちゃったんですよね、苦難の場。そうですね。4つもあったのに。はい。あ、いいんだ。移動席があるから、ちょっとネームドー来たら、自分ちょっと、捕獲して、はい。あ、収めに行っても。あー、それでも、引っ張っていけるんですか？あれ？あ、来た来た席で来た、あ、来ました来ました。細いとこから来ました。やったぜ。あ、来た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 。あ、すげーいっぱい来た。降りた方がいいですかこれ？とりあえず、ちょっと降りますね。はーい。変なとこ落ちる。あーあねえ。やべえ。いきなりダメージ食らってる。あ、みんなこっち来るんだ。回復回復。回復、回復、海の中じゃ回復しない。早く早く。やばいやばい、回復が間に合わない。こっち来るんだ。そっち行っちゃダメ。そっち行っちゃダメ。回復が間に合わない、回復が間に合わない。回復が間に合わない。ちょっと、ちょっと。そっち行っちゃダメだって。回復が。あ、ネームド来た、ネームド来た。そう、今、ネームドに追われてる今。あ、そっちもネームド。やべえ、用意してね。これ誰が来てんのこれ。あーん、いや、職人とかなんか。あ、壊されてる壊されてる。来て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 。あはあれ、またもしかしてダメージ入んない病が。どこいた、入ってんのかな、ダメージ。こいつは、こいつ敵か。どれが敵でどれが味方だかさっぱりわからなくなる。今日色がこの間白かったからよく見る。あー、ネーム、どこ行っちゃってんのかな。ネームと殺しちゃいました。もうちょっとあれですね、準備不足。こっち想定外でしたよね。いや、本当ですよ。まさかこっち。はい、しかもブルーと殺しまくってるし。これもネームドだ。マジか。もうね、どこ行った。まさかこれでどこ行った、どこ行った。あ、誰か挟まれてるのこれ。おーし、うわ、ネームドいっぱいいる。すいません、参ったな。いっぱい来るな。あー、まだ来る来る来る。あ、どこどこどこ。いや、捕獲できない。ちょっと待った待った待った、ちょっと待った。大丈夫ですか。なんか投げてくるやつ。あ、爆発してる。あ、波職人欲しいんだけどな。ちょっとこっち来てくれないの。よーしゃー。こっち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 。あー、戻した戻した戻した。さて、ネームどこ行った。ネームどこにいまーす。うわー、うわ、来た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 。すげー来てる。壊してる壊してる。あ、痛い痛い、これネームど。あー、ダメか、もう死んじゃうな、あいつ。
あ、それ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 。ウシーさん、俺の方来ないでくださいね。こっち。あ、まだ、うわ、次々湧いてくる。寝かせろ。頼む、寝かせろ。あー、来るな、ブルート。来るな、こっちに。マジかー。アイシキ見えた。オッケーオッケー。俺がこっちで離れればいいんだ。離れて離れて離れて頼むから離れてよし。じゃあ離れて回復してよ。はいはい、ちょっとお願いしますね、吉井さん。ちょっと行ってきますんで。あ、ブルートこっち行ってます。はいはい。ブルートも早く回復しろよ。お前弱いな、防御力。どっちがいいかな、どっちがいいかな。掴めました？あ、やべやべ、ついてきちゃった。おい、よし、来た来た。来るなぁ。お、塔がよくあれで立ってるな。壁一枚で。楽勝さん、こんばんは、ありがとうございます。やべ、はいいね、奴隷が。あ、入ったのかな、俺読み込んでないだけから。あ、入った。入りました？はいはいはい、なめ職人ですね。一人とりあえず入りました。今これ戻って大丈夫かな、敵いないかな。もうちょっと回復してから戻ろうかな。いや、しまったな、苦難のは。捕まえ放題でしたね。いや、ほんとですね。もう、あれ、第一ウェブ終わりました？いや、まだこいつ、あ、まだいます。います。ほーい。あ、さて、これは誰だ？あ、トレジャーハンターか。ほぼ、まだ誰かいるか。走ってったぞ。終わっちゃったー。はい、これ最後の一人でした。終わっちゃいましたね。これあれですか、第2弾まだ来るんですか。いや、終わっちゃいましたね。今終わりました。マジですか。終了ですね。いや、ねえ、不動か。まああれですね、なめし一人なんとか捕まえましたけど。あ、ラクシュさん、ありがとうございます。なんかあっけなく終わっちゃいましたね。あのヨッシーさんのあの塔が壊れると思ってたんですけどね、壊れませんでした。終わっちゃいました。首の皮一枚つながってた。ほんとっすね。いやいやいや、結構いましたよね、ネームドが。すごい、ネームドはワンサカ湧いてましたね、今日。ワンサカいましたね。なんか10人ぐらいいたような気が。うん、10人は軽くいましたね。ですよね。やっぱここもちょっと苦難のは残しておかないとダメですかね。まあここに来るっていうのが。そもそも何のため、ね、何のためにあの塔を崩したんだろう。あの拠点なくしたのに。本当ですよ。やっぱヨッシーさんの塔が邪魔なのかな。あー、ここへ来ちゃうのかな。いやまあ、あ、でもまあ目標はそっち行ってましたからね。やっぱ壊しますか。せっかく作ったけど。なんで。あ、いた。あ、意識不明、ナイス。なんかいました？いました。あ、これ連機1だ。ごめんなさい。眠るじゃなかった。あれ、なんかこっちの奴隷っぽいのも死んでたの、今。他になんか誰か意識不明いないかな。あ、いた。これ死んでんのか。あー、終わっちゃったーですねー。はい。すごい、首の皮一枚でつながってる、本当に。
よかったですね、夜じゃなくて。そうですね。はい。あれかな、夜は来ないのかな。いや、そんなことないですよ。そんなことないんですか、やっぱり。はい。ここ死体2つあるけど、死んでんのか。あ、意識不明いた。あ、います、います。はい、九州人の錬金術師2ってのはここにいます。あ、2ですか。ネームドじゃないですか。はい。ここです、ここ。あ、2じゃダメですね。いいですか。はい。ほっとくとまた意識戻すんですよ、これ。かもしれないですね。とめさせた方が。この辺死んじゃってるもんな。はい、もう今。死体あさりをしてまーす。お宝ゲット。今回お宝少ないですね。あ、ほんとっすか。あこれなんで自分の奴隷だ。なんかいい道具持ってるなーと思ったら、あ、死んでます。あ、誰だ、死んだの。ここにいたやつ、装備がほとんど、はい、そのままのタルマン。あ、タルマン、はいはい。ここの角にいた。なるほど。タルマンじゃしょうがないか。そうですね、まだ、さっき見たら、レベル0だったし。もういないかな。そうですね、死んじゃってますね、みんな。じゃあ、皮剥ぎますか。皮剥ぎ。意識不明、一人だけいましたけどね。それだけですか。そうですね、階段の足元に一人。あ、はーい。あ、2ですね。そう、2です。カワハギナイフ持ってます？あ、持ってますよ。あ、持ってます。カワハギなんか意味あります？あ、この死体をみんなカワハギますか。あ、それぐらいしか利用方法が。はいはい、今持ち物を全部回収して歩いてます。あ、はーい。結構ね、鉄とか硬化鉄みたいなの持ってるんで。おー、はい。回収したかな。回収した。あ、まだだ。あ、スパイス持った。もうあらかた回収したかな。ああ、皮を剥いできます。荷物が持てないんだよな。荷物すげえ持ってますよ。捨て替えちゃったもんね。はい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 。さあ、じゃあまた戦後処理です。そうですね。はい。お掃除です。川はすごい集まりますね、こんだけ死体があると。あ、これ獣皮なんですか。そうです、そうです。あ、なるほど。はい。獣皮が集まるのはいいんですけど、はい、切断された腕とかいらないですよ。そうですね。あれに、なんだっけ、
肉は、あの、人肉は圧搾機に入れて、腕とかは、あの、あそこに、なんだ。あ、腕とかは圧搾か。粉砕か、腕が粉砕か。あよしよし、だいたい綺麗になってきたぞ。しまった、堕落直すの忘れてた。アイテム袋、これなんだ。人肉いらない。よし、だいたいこれで取り終わったから、とりあえず保管庫にそのまま置いとけるものは、紐、なんだろう、ガラスのフラスコ、クリスタル、これは、これはなんだっけ、情報、黒いテロフレームいらない。圧搾も回収しちゃったんだ、忘れてた。ゴミだな、捨てとっかな。お、レンガ、いらない、いらない。修理ハンマー、あ、ちょっと待った、なんか飛んできた。ええ、なんすか、なんか残ってます、まだ。もしかしたらさっき気失生き残りきます、気失ってたやつが、ああ、そっか、蘇ってます。あ、こいつだ。あ、錬金つ、あ、ほんとだ。あれ、なんか上にもいるのかな。上は、高いところは多分、うちの子じゃないですか。戦ってますね、高いところで、なんか。え、登ったやついるのか、こんなとこ。お、砂銀、硫黄。あ、これ一枚で立ってんのか、不思議なのか。でしょ。ですよね。お、鉄の補強材、銀貨。結構拾ったぞ。骨の矢はいらない。骨粉、なんか拠点にダメージ入ってない気がするな。お、黒曜石、やっぱりな。なんか後始末の方が長いですね、これ。そうなんですよね。え、今回は第一波で終わっちゃったんですか。終わっちゃいましたね、第一波で終わっちゃいましたね。あー、はい。そんなもんですかね。お、やっぱ場所悪いですね。場所悪いですか。あの粛清を考えると、ああ、はい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 。でもなんかだから、あの情報によると、結局どこに、もしかしてあれですかね、待ち構えているところで違うなんてことないですかね。なんて聞いたことないですね、今まで。あ、あんまり関係ないですか、それは。はい、やっぱ土台説が一番硬いと思うんですけどね。まあ、たまたまだから、今日のツイッターの人はたまたま来たのかもしれないし。なるほど。
お前ら邪魔だ。もうちょっと一回配備終了。ここはダメか。受けないの。ここ受ける。はい、動向終了。さて、わあ、ちょっと終わるのが早すぎましたね。そうですね。はい。どうしていいやらって感じですよね。こいつも邪魔なのか。テレンコ監督に、あ、ここに立て細工いいのか。みんな結構生き残ってますね、今回。そうですね、はい。そのヨッシーさんの拠点、ちょっとそのそこまで行ったら崩れてほしくなかったですか、なんか。なんか知らないですけどね。カウントカバー一枚に残ってるやつ。本当ですよ。すげえなこれ。なんで残ってんだろうっていう感じですね。不思議でしょうがない。ここのトレジャーハンター意外に頑張ってましたよね、一人で。そうなんですよ。じゃあ、で振り直すかな。あ、落っこちた。ああ、よかった、水の上で。それか、行こう。水の上。あれじゃない、スタート落ちてましたよね、吉田さん。今日。そう、なんか、今日横に。そう、ゲージ、首の皮一枚まで落ちましたね。やべえやん。のっけから自爆って。変な音してもで、あれ大丈夫かなと思ったけど。なんか、なんで落ちちゃったんだろう。タワーは生き残っちゃいました。はい、ゴンドラ動いてんだろうか。よしと、じゃあ弓を戻して、いいですね、シノーカー。サンウェーブ、じゃあ結構あれですか、ネームのも取り放題だったわけですかね。どっか いい思いした人いるんですか。あ、ラクシュリさんがシノカの拠点で粛清サンウェーブ来たみたいです。すごい。だってシノカは結構あの強戦士たちが来るから割と大変だと思いますけど。ああ、なるほど。さあ、じゃあ一段落したらアサガルズ行きます。あ、アサガヤですか。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、阿佐ヶ谷。あ、そうだ。名前変えれたから、阿佐ヶ谷変えてく。え、やっぱ名前変えれたんですか。あ、変えました、変えました、吉田さん。わかりました。で、あの、今、本拠点だけ、本拠点って変えときました。最近どこが本拠点だか、だんだんわかんなくなってきました。あ。なるほど。ね、楽勝したネームド3人だったそうですね。強戦士ばっかだったみたいです。ああ。
とりあえず落首したん。あ、ごめんなさい。自分たちもその死の丘で今日あの粛清来るように狙って作ってたんですけどね。こっちに来ちゃいました今日は。向こうのだから基礎をもっとバンバン増やしていた方がいいんですかね。そうしますか。そうですよね。とりあえず基礎を、基礎で壁とか作っちゃいます。基礎で、基礎上まで積んじゃう。あ、ええー、いいですね。城壁みたいに、はい、下壊されたら崩れちゃいますけどね。モモレンジャー無事だ。あ、そうか、一応にいましたもんね。無事いました。無事なのか。笑っちゃうな。ここでずっと。そうですね、楽勝さん。死の丘で起こしたいんですけどね。モモレンジャーよくぞ無事だったな、君。すごいですね、本当によく無事でしたね。はいはいはい。無事でした。そうだ、ちょうど。楽勝さん、これ、これ。この武器、ブラックハートの剣、これ、使ってますよ、最近。これをね、なんか今日、奴隷に持たせると、一撃目はダメージを与えるんだけど、二撃目からダメージが入んないんですよね。不思議でしたよね。なんかこの武器に限ってなんかダメージが入んなくなっちゃって、なんか、ご存知ですかね。ちなみにちょっと今持たせて、これ強戦士なんですけど、ちょっとワニのとこ行ってきますね。こっち来ねえな。食べ物がなくなってる。あ、あ、どうぞどうぞ食べてください。あ、いえ、あの、奴隷の。あ、あ、たぶん、冷蔵庫の中にお粥が。あ、はーい。いや、はーい。とりあえず、持ってくるのはあれだから。手持ちの肉が、ちょっとだけあったから分けてきました。あ、プレイヤーさんがいた。誰か裸で走ってきましたよ。え、殺されちゃったのかな。あれ強戦士来ないな。どうも今日奴隷の動きもおかしくて。でしたね。ですよね。まあ、最近おかしかったですよね、ずっと。あ、そうですよね、なんか。なんかね、仕方されたり。はい、あ、来た。なんかこのなんか呪いって書いてあるんですよね。呪いだから呪くなっちゃう。あ、クロムの剣と一緒ってことは、あ、これダメージ入んないんですよ。見ましたかね、今。これこの剣だとダメージが一向に入んなくて、入んないんですよね。ただこのあれだけ入ってないよな。うん、1とかか。で、武器を変えると、あ、変わりないね、今。そうですね、やっぱおかしいですよね、なんかこの剣に限ってなんですよね。やっぱりおかしいよな。今まで入ってたと思うんですけど、なんか今日ね、入んないんですよ。こっちの剣なら多分ダメージは、あ、もういないか。
あ、こっちは大丈夫です。入るんですよね。なぜでしょう。これ作る中では攻撃力がダントツに高かったもんで、今これ96ですよね。防御率38で、こりゃいいかなと思ったけど、なんか全然使えなくて。ってなことなんですよね。ですよね、ですよね。今日急になんですよ。というわけでこの剣は封印だな、やっぱり。戻しておきます。なんか呪いがかかってるんですか。いや、ノリってこれ堕落するだけなんで、おかしいですよね。そういう話ではない本来。そうですね。これ謎だよな。なぜか。水平リフトが無事だ。無事でした。おかしいな。いろいろ無事ですね、ここ。今回もほぼノーダメージですね、じゃあ。まあ、拠点あんまりダメージ食らってないですよね、前回も。あ、ドリンジャーいたんだ。あ、これドリンジャー持ってるのか。じゃあちょっと交換してみようかな。あ、警備中。ヨシさんのダリンシャちょっと借りますよ。どうぞ。まあ僕のと言ってもほぼほぼ全部安部さんが捕まえてきたやつ。あ、いや。なんだろう、この問題を解決したい。不気味ですよね、それ。何かこう、原因があるなら。なんか、悪いことをしたとかですよね。そういう原因じゃないですか。そういうことにしておきましょうか。息しないもんな、その。あ、ダメだ、これ入んない、やっぱ。あ、そうなんですか。もう全然一発目から入んないですね。どういうことだろう。なんてことするんだ。あ、若干入れたの。あ、じゃあ毒のダメージか。ダメだ。ああ、そういうことか。はい。ダメです。この武器はもう回収します。ダメージ入んないじゃダメですもんね。持たせてでもダメですもんね。そうですね。代わりの武器を。だとすると何がいいのかな。俺が使えないとなるとこっちか。これを使ってみようかな。テリと、これでもう一回行ってみよう。このダリンシあれですか、はい、阿佐ヶ谷から連れてきました。そうかな。あ、ですよね、そうですよね。あそこで渡したやつですよね。そうです。あ、はい。
つの間にかもう阿佐ヶ谷になってますね。ええ、そういうの方がいいのかなと思ってなんかね、呼びやすいですよね、阿佐ヶ谷より。あ、そうですねあ、やっぱあの武器だけですね。他の武器は大丈夫です。あ、そうなんですか。ええー、じゃあダニシアもこっちに交換しときますね。あははは、そうなんだ。なんでだ。この武器は何もあれなのかな。あ、付随だけか。へーって感じですよね。本当ですよね。あれかな、システム、まあ、バグというか、はい、そのうちあれですよね、直されたりして。直してほしいですね。ですよね。はい。ブラックハートの件、ツイートしてみようかな。ですね。はい。何気に、焼け火取りというか、もっとより、もっとより広がっちゃってます。いいね。もう中断があるって。あ、楽勝さん。はい、すいません。もしちょっとなんか、あ、これ、これ持ってるだけで堕落するんだ。え、持ってるだけで堕落するなんて。持ってるだけで堕落ですね、この武器。あらー。呪いの武器ですね、本当に。本当ですね。奴隷に戻せるには全然問題ないと思ったんだけど、なんか影響あるのかな。やっぱそういう影響があったってことですかね。ですかね。あ、まあまあ誰かはまあこれは分かってたことですけど。はいはい。思った瞬間にドゥ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 ってます。そんな音楽はどうか。なるほど。結局、お、この波走りも生きてるし、いや、ここの角にいた、はい、あ、はい、裸タルマンですね。コンボはなんかすごいやたら強いけど、はい、装備がほぼ、はいはい、ほぼほぼ初期装備の、初期装備レベル0の、はい、1か。死んじゃいましたか。あいつが死んじゃったんですね。いや、まあタルマンはやっぱ最初お世話になった子ですからね。自分は大好きなんですけどね。ああ、ええ、あ、生徒の目っていうのが手に入って、これなんか宝石が手に入りましたよ。あ、本当ですか。生徒の目って言って、なんだろう、宝石だと思いますけど。なんだろうなぁ。でもやっぱりか、伝説武器を拾ってこないと。はい、そうですね。ねぇ。調理したに行くか。いいのかな。よし、だいたい軽く。だいたい軽くなったよと。あ、いつの間にかガラスのフラスコがすげー溜まってる。え、作っときましたね。あ、やすみさん作ったんですか。はい、最後に作って入れといたんですけど、はい、撤収になったもんで。撤収しても結局こっち来ちゃったんですね。はい、残念だよ。じゃあ、苦労は。どっか行きます。行きますか。じゃあ朝ガルス、朝この辺連れてった方がいいですか。あ、だから、そうですね。エースたちは連れてきます。今のエース。ブルートと、
ダレンシアですかね。ダレンシアと、あ、この人変なとこ通って、これちょっと上戻しとこう。そうですね、トレジャー、上連れていくんですか。あ、上って、その、この辺、中段。ああ、そりゃ、なるほど、なるほど。あの、広くしたんで、多分、はい、この辺で。広くしちゃった。基礎は使ってないんですけどね。はい。よし、あ、じゃあちなみにあれ基礎は全部取っときます、取っちゃいます、もう、あ、もう、あ、あるのか、あ、ダメか、これ取っちゃったら壊れちゃいますもんね。でもほぼほぼ元に比べたらもう4つぐらいしか残ってないですよ。あ、うん、まあ、でもある、ありますもんね。あー、数じゃないんですかね。まあ今回で向こうの数があるけどって話ですもんね。こっちに来ちゃったってことは。そうですね、まあ向こうに高いタワーがあるからこっち別に崩しちゃってもいいんですけどね。まあでも今やっぱせっかく作ったから、はい、残しておきましょう、吉井さん。とりあえず次の粛清前に崩しちゃいますか。それからもう次の粛清もう一回ちょっと、ま、待ってみるか。ああ、これで来るようだったら潰します。ああ、そうですね、はい、じゃあとりあえず移動、持ってくもんあります、向こうへ。じゃあちょっとなんか建材持ってきます。建材は結構あったと思う。 あるんでしたっけ。あ、本当ですか。あと、そうそうそう、そうですね、雪山から持ってったんで、あ、はいはいはい、全部建材は、あ、はい、だからどっちかというと あれが、染色材とか、あ、はいはい、は今作ってないんでしたっけ、染色テーブルは。あの、全部一回あの戻したもんで持ってきましょうか。じゃあその辺を、そしたらガラスのやつとか出していった方がいいですよね。あ、馬は連れてきます。はい、で苦難のは置いてありますよね。で監督もネームド入れましたよね、確か。で踊り子も確か2人いて、じゃああれか、職人も連れてきますね。はいはい、大工と馬邪魔だな、精錬工、錬金。じゃあ保管庫から保管庫から、そうですね、この辺に大体全部戻しちゃったもんで、染色に使うやつは持ってっちゃおうかな。あ、はい、お願いします。アスラの栄光とか貝殻ムシ、これなんだっけ、オレンジピュカス、ガラス、待てよ、ネームド職人余ってなかったかな。偽マンドラゴラ。確かに今こう怒ってるよね今。に偽マンドラゴラ。レンガ、ブラッドクリスタル、もうこの辺は持てちゃえ。なんか堆肥、飯代とかもここで作りたいからな。何がいるんだ、いろいろ入ってるな。ですよね、そこに全部突っ込みましたからね。そうですね、鋼とかももう持ってっちゃおう、こっちに置いといて。鉄タールとかか、この辺はとりあえずいいか。強化レンガ、キッチンってこっちはあんまり使わないんですね。そうですね、防具作るときと、あと何だっけな、キッチン何使うんだっけな。スモールランドだとすごい使うのに。出た、スモールランドネタ、今日も来た。で、キッチンとか一生懸命集めたのに。国標って向こう行ってましたっけ。国標ないですか。国標は、ちょっと
ットだけ。あ、あります。いや、そんなにないですよね。あ、はーい。しようかな。石とかここ置いといてもう意味ないもんな。あ、でもこっちでもまだ使うことあるか。いや、そんなことないな。もうあんまり広げないんだもんね、こっちは。そうっすね。ああ、200ぐらい持ってけばいいかな。いくらでも持てるんで、いくらでも持っちゃいますよ。いいっすね。まあ自分も捨て振り直したんで持てますけど。え、あ、でこんなに持って儲けるんだろうっていうぐらい持ってます。川もすごいありますね、ここ。そうですね、今だいぶ手に入りましたからね。川そんなにいらない。錬金規約はまだ1か。2000。硫黄も持ってとこうかな。硫黄も一応ある分は持ちました。ああ、本当ですか。はい、大してあるようなかったけど。あ、はーい。あとは生計木材。アロエの葉っぱとかどうします。ああ、持ってきます。錬金のも作業台も作る予定なんで。はい、じゃあこのキハスの花も持ってきます。そうですね。どう、すげえある。あれ、何持とうとしてんだっけな。鉄の補強材があれば持った方がいい。鉄とか持った方がいいのか。熱い重火も持ってっちゃうか。はい。はい。祭の重火とかこの辺いります。象の重火とか。あ、そうですね、防具作るときに使うもんで、そ持っていきましょうか。はい。クリスタルはガラス作るんでしたっけ、これ。そうですね。これ何でガラス作るんでしたっけ。クリスタルをあの炉で焼きます。あ、炉か。はい、で焼いたのをあの何でしたっけ、なんだかの作業台でまたフラスコに作って。うんうんうん、うん、はい。ここに全部しまったんだもんな。そうなんです。あ、違う、ネームド職人。こんなもんかな。全然重くならないのが不思議だな。あ、ダリーシアに、そうだ、国標俺1000ぐらい持たせてやった。ああ、本当ですか。なんでか知らないけど自分が重たいからだろうな、多分。あ、いた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 。で、これちょっと、すんげえ持ってる。ブルーとは何持ってる君。ああ、はいはい。では行きますか。あ、そこ馬をまだ。あ、なんか通路にいましたね、藤さんの馬。馬がね、こんなに脇に立ってんのに、はい。騎乗するには遠すぎるって出ちゃうんです。なんで。
スペースがないから多分あのすごい場所が悪いですね。連れてくにしちゃって、連れてくにでのがいいですね、はい、そうですね。あ、こんなとこに冷蔵庫ある。あ、そうそう、それもあの中にあったの移動したんですよ、そこに。ああ、一個中にあったじゃないですかね。はい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 、ね、中身そのままそこに移動 したもんで。なるほど、はい。あれ、何でしたっけ、ヨッシーさん、西草原の見張り台でしたっけ、あそこは。阿佐ヶ谷何でしたっけまだ阿佐ヶ谷に変えてないんですよね。そうですね、ちょっとじゃあ西草原、草原、そうですね、草原の見張り台ですよね、確か。あ、OK、そうです、そうです、はい。じゃあちょっと名前変えます。名前。お、合ってる合ってる。まさか、いや変えました。そうですね、わかりやすくていいですよね独特だからな、ヨッシーさんのよし、で、箱の中に、あ、じゃあ、阿佐ヶ谷拠点に。阿佐ヶ谷拠点あれ、マンモス倒してくれてないな。ダメかな、やっぱ。あ、ここ来て撃つのか。なるほど。撃て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 。あ、来ちゃった来ちゃった来ちゃった。マンモス乗っかっちゃった。戦ってるじゃん、なとこで。あ、危ない危ない。すいません、なんか。はい、馬と、はい、ブルートと、はい、ダリンシアに、はい、挟まりました。三角形に挟まれて全くどうすることもできないです。こうクリスタルボーイみたいになってますよし、刀持ってます。クリスタルボーイ懐かしいな。コムダですよねあのクリスタルボーイの前になんか衛星みたいなやつも待ってないいますね、いますね三角形あ、ちょっと降りちゃったな、これ。これを刀で、あれか、居合切りを、居合、さ、R2、ダメですね。どうすりゃいいんだ、これ。どこだ、よし、どこですか、上ですか。え、今、あの、入り口、1階の入り口です。あ、1階の入り口、はーい、ちょっと待ってくださいね。なんでこうなるんだろう。ちょっと居合がダメですか。え、これ見てください、これ。どこだかな。あの、あれ抜けるでしょ。剣ちょっと出して、あの俺の方向向いて居合切りしてみてください、はい、これで違います。居合切り居合切りっていうのはR、L2 を押し込ん、はい、長押しして長押しして、はいはい、で、R1 をはい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 、あ、これがスタックの抜け出し方です。なるほど、じゃあ刀持ってなきゃダメですね、はい、いつも自分もいつも持ってますね、使わないけどもうちょっと前らも配置する、邪魔するから。このヨシさんの連れてきたシェム人の踊りで、あの2の、これ、はいはい、かわいい、かわいいですね。なかなかですか。ええ、まあ隣がこのハゲですからね。高木さんですから。そうですね。シェム人かわいいな。まあ何が。レンガでも焼かしとこうかな。どうか、マンモス来るんだよな。
ここもこんだけ使ってあるのにな、サガン。ですよね。ここにはまだ玄関出た途端にこれ柱だらけで鬱陶しいな、これ誰ですか？だってなんか俺のせいにしませんでした？ツイッターそういえばそう柱を増やした方が安定性が増すって聞いたんで増やしましたみたいなまあ自分の説明不足で説明不足ですけど、いや増やせば増やすだけいいのかなと思って確かに、まああれば明日あっただけいいですよねすごここのこの高台から見下ろすとなんかすごいことになってますねこの辺にちょっと拠点のあれですね、はい、別荘、はいはいはい、作られないですかね。あ、はいはい。でなんかこう水平リフトで結ぶとか、ちょっと遠すぎるのかな、ここからだと。あ、どうでもいいことばっか考えてます。あ、こいつもハゲか。あ、でも1580、意外にあるな、HP は。あー、だけど。そう、この井戸を作るためにこうなっちゃったんですよ。そうですね、それを置きたかったんですよね、でっかい井戸。そう、それで、なぜか小さい井戸の方が、マニアックな、材料がいっぱい必要で、大きい井戸は作れるけど小さい井戸が作れなかったんですよね。はいはい。なんでまあしょうがないから広い場所が必要になっちゃったっていう。あれ、ね、あれ、これ安部さんの部屋は左側でしたっけ。あ、ちょ、まだ使ってないですよね。どっちですか。もともと右側だったから、右側が安部さんの部屋っていうイメージです。あ、こっち側ですか。こっち、今、僕いる方。あ、向こう、はい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 。で、こっちが、まあ、寝るだけだったらこのぐらいの広さでいいかなと思って。あ、そうっすね。ベッドが保温鏡で、寝袋が、火山なんだよな、どうしようかな。あ、だからそうですね、はい、まあベッドだけ置いといて、うん、ここは大工作業台か。ここで何が作れる。ああ、じゃあここへ材料を。大工連れてきましたよ。3ですけど大工来ちゃいました。お、はい、なんか急に作れるものが増えたで、あ、料理人は連れてこなかったな。で、ここは、あ、粘土入れてあるんだ。染色作業台はまだないんですよ、ね。あ、もう作れると思いますんで、どこに作ろうかな。屋上で、前みたいに屋上でいいっすか。あ、にしますか、じゃあ、あれは、染色は。わかりました。じゃあ先に染色したいんですね、ヨシさん。作っておきます。あ、いや、この荷物の置き場が。あ、なるほどなるほど。あれ、これ植えてるには、植えてるには、覚えるまで大変ですね、これ。あ、そっちですか。ここへ出てもらって、まあここでもいいですよね、はいはい、ここでもいいし、この上のこの、ね、ここも相当広い。そうですね、苦難をここに置くと考えて、じゃあ、コバの方に。じゃあ、この下ですね。グッときまーす。そうだそうだ。で、堆肥のところに、骨粉を入れるんだっけ。骨粉。意外にでかいな、これ。そうなんですよ。
でかいですよね。意外と場所食うんですよね。そうなんですよね。苦難起きたいからな。で、プランターをどっかに。プランターはどこだっけ？農庫。あ、成形木材、資材全部置いてきちゃった。お、プランター作るのに大根これ全部作るのかな。成形木材ちょっと拝借。木あります。木、あ、木も大根の中に作る。今持ってきます。あ、大根ある。あ、取ります取ります取ります。あ、1000も1000ぐらいで足ります。ですね、この辺に100あればいいっすね。あ、ほんとっすか。はい。Y ボタン。はい。あ、すいません。おーい、すいません。今これはどっち向いてるんだろう。じゃ、ヨシさんあれですか？じゃあ今日ここを全部 T3 に変えてくれるんですか？T3 まだ。あれ、これもタルタルは、なんでこんなんだ、タルタル。タルタル。これ何代目タルタルですか、これ。あ、麻婆もいる。タルタルと麻婆はね、え、今のところずっと生き残ってるんですよ。あ、そうなんですか。はい、不思議なことに。あ、裸のタルタルが死んだってことですね。あ、そう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 、そうなんですよ。成長させたやつはやっぱ、はいはい、無事でした。なるほど。じゃあ来ましたんで、はい、返します。プランターに種を入れて、種関係みんな入れとけ。あ、しまった。型置いてきちゃったなぁ。あー、型。そうか、型か。ガラスのフラスコの、鉄がでも15あれば。型持ってこなかったっけかなぁ。ですよね。あ、ありました、あります。鉄だった、あった、あった。15あ、型、1個持ってます。ますはい。あー、じゃあよかった、よかった。どこですか？どこにいますか？屋上ですね。苦難の間を置こうとしてた、タルタルと麻婆がいる場所です。はいはい。タルタルと麻婆って料理ですか？タルタルソースと麻婆とこの中に入れればいいんですか？あ、そうですそうです。はい、型そう、はい、これで、ガラスがあれば、ガラスも確か持ってきたですよね。はい、あんまりガラスあんまりないです。クリスタルはどこに入れれば？炉でしたっけ？あ、クリスタルはそうですね、炉ですね。あ、炉もちょっと作るもんで、2台にしたいもんで。とりあえず1階でしたよね、ロは。そうですね。これ拠点ごとに建物の作りが違うから、なんか道順がわけわかんないけど、この柱なんだこれ。これちょっとね、そう、この間のだから柱があると、はい、強度が出るっていう話で、はい、家の中まで柱を増やしちゃったり。まあ、安部さんのおすすめで。おすすめとか。この中にだから染色に使いそうな草花はみんなこの中に入れてやると。はいはい。あれ、これガラスのフラスコダメか。水入れておかないと使えないのか。そうですね、そうですね。だから錬金を作れば水が入るから。錬金、あ、これ鋳造か。鋳造と錬金は違うのか。そうですね。今下に作りますね。はーい。もうまあいいか。後で移動できるから、とりあえずランダムに置いておきますね。
あ、水入れのフラスコ1個あった。この寝袋なんだ。あ、俺のだ。あれ、あ、じゃあこれ一回、錬金のも連れてきたから、これ2か。あー、鉄の補強材が全然ない。ですね、どこに入れたっかな、補強材。あ、ほんあります、あるならいいんだけど、自分も何か作ろうと思って持ってきたんですよね。どっかにはあかったでしたっけ。あ、ちょいちょいちょい、いっぱい持ってきといた花、どっかから持ってきて、どっかの箱にみんな突っ込んだ気が。あ、ここにもクリスタルがある。これでこれを作りたいんだけど、樹皮と樹脂と繊維ってありますかね。すげえあります、この辺に。あります、あります。ここに、はい、あ、俺が持ってる、今こんな箱に入れますよ。あ、あ、はい、ありがとうございます。よかった、樹脂、はい、はい、2000ぐらいはあると思います。あ、そうですね、そうですね、はい、すいません。あ、クリスタル、まあ、まだこれもいっぱいあった。とりあえずクリスタルはここへ突っ込んで、何しようとしたんだっけな、忘れちゃいますよね。そうなんですね、自分もまあ10歩もこれ歩けば忘れちゃいますね、この中で。あ、鉄の補強材ここに2000か3000ぐらいあった。ありました、ここだ。よしよし、じゃあ作れるな。これで箱が作れる。そうそう、箱作りたかったんだな。各作業台の横に箱を置いとかないと、で、完成品が、あ、はいはい、移さないと邪魔になっちゃう。ここはこの辺か。あ、開くか。なんか暴れてますね、外で。ああ、またマンモスですかね。ええー、あの音は。今日はなんかむしゃむしゃ食う音聞こえないですね。はい、あ、そういえばしませんね、今日は。なんだったんだろう。あのむしゃむしゃ音は。本当ですね、すっげえ暴れてる。響いてくる。いえ、ここでか。あの吸収が役立ってないな。ああ、しまった、染色剤は持ってきてないや俺。あ、本当ですか。あ、でもこの辺結構取れるんじゃないですかね。そうですね、まあとりあえず今必要な染色はしてあるし。あ、はいはいはい。さっ、なんかね、うわ、ここで死んでるのかよ。この弓があんまり役立たないな。何しようとしたんだっけ。堆肥で、あ、プランターか。あ、プランター、この目、このやつ、こいつらは目が出ないな。あ、出ないですか。なんかをプラスしないと、種と堆肥だけじゃ目が出ないんですね、きっと。アロエと繊維の種は、あの普通の種は、はい、堆肥入れた瞬間にポッポポッポ目が出てくるんですけど、この、なんだっけ、ハイランドベリーの種子とか、アスラの栄光の種子とか、はい、いろいろ、あ、アロエは、あ、アロエはこれ目出てるな、もうじき。
アロエはここで成長します。はい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 、あそこ大工か、大工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 、あれ変わんないな、あ大工じゃないんだ、あれを作るのは、職人か、職人の作業、これだ、材料はなんだ、成形木材あるよ、樹脂、紐ある、成形木材ある、あとは今何を言ってたんだろうですよね、テーブルもあるな、中程度の木箱、大きな木箱、そんなのもこっちで作れるんだ、看板、食器棚、よしさん、炉でなんか焼いて、なんか焼いてました、あ、なんか適当に材料ボンボン突っ込んだだけです、あ、あ、なるほどなるほど、わかりました、あ、クリスタルか、ガラスを作ってたのか、あ、そう、ガラスは突っ込みました、あ、はい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 、で、なんだっけ、アロエの実を作る人はどっかにいます、これか、こいつか、あ、違うな、あ、錬金だ、こいつだ、あ、あ、はい、薬、はいはい、アロエ持ってるからこれに入れておきますと、あとガラス玉もここに入れとかないと、水入りガラス、こっち、改良価値か、よし、じゃあここにも一個完成品用に箱置いといて、しまった、鍛冶職人今連れてこなかったな、はいはい、焼いてんのはどこだっけ、肉を焼いているのは、熱い皮はどっかにあります、熱い皮ね、今持ってます、あ、持ってます、はい、落とします、はーい、あ、わかりました、すいません、なめしか、なめしが欲しいのか、紐ね、どっか、あります、職人のとこに入れたかな、お、あ、職人のテーブルに入れてあります、あ、はーい、あ、はーい、できたかな、まだ生産かけてなかった、あ、これでこれでなめしができると、はい、置き出すと狭いですね、そうですよね、はい、あ、もっとバンバン広げちゃいます出たアロエが生えてきた、早いですね、早いですよ意外とね、はい、分解作業台はない、あ、ありましたっけ、とか、あ、ないですね、あ、ないですよね、ないですよね、なもんで、はい、奴隷の服みたいのは今
持ってきてないんですよ。はい、あ、はい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 。どうせないなと思ったから、海の拠点に置いてきました。あ、なるほど。作りまーす。そしたらまた、あれから、拠点からあれを持ってきてやんないとダメですよね。え？あ、100個か。100個？え、何が100個ですか？です、普通のレンガ。あ、どっかに、どっかに、焼くかな。どっかにいなかったかな。焼いたやつどっかへ持ってきたんだよな。一旦じゃあクリスタル止めますね。はい。あ、100個あるな。100個ですね。71個あるから。あ、あります。あ、じゃあここに、これ強化レンガか。 あ、はい、あ、すいません。え、いただきます、いただきます。はい、これで100個。あ、ちょうどだ。はい、すいません。分解は外にしよう。帰ってきてすぐに。物を持ったり離したりややこしいから、まずこの辺のもの一回置いちゃえ。ガラスのフラスコまだここにあった。なんだっけ。そう、やること多すぎてすぐ忘れちゃいますね。ナメシ職人連れてきた気がするんだけど、あれいないな、おかしいな。あ、いただ。錬金したですね。深いだな。この隅だ。これ職人だ。あれじゃない。あ、そうですね。そうですね。あ、ここだ。ガラス玉、ガラス玉を、ガラスのフラスコはここに渡して。生産の。あ、台なら作れるな。とりあえずできた分だけ、はい。置けないか。置けないか。9だと？レンガだ。レンガ。あれ、ここじゃなかった。吉井さん、じゃあ、クノノは中にしますね、ここは。ああ、そうですか。はい。置けない。はい、広げましょうか。大だと。いや、いや、いいっすよ。いいっすよ。どこまでも広げちゃいそうだから、いいっすよ。そうですか。すっごい広げる気でいたんですけど。まだ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 、ね、まだまだ全然広げ足りないんですよ。なんかね、柱立てればなんとかなるっていうことを覚えちゃったもんで、お隣さんギリギリまで攻めるのはやめましょうね。悪いこと覚えちゃったんですよね。悪いこと。柱を立てれば結構、今まで戦友で広がんないもんだと思ってたら、安定性のせいで広がんないって、柱立てればなんとかなっちゃうっていうのが悪知恵が安部さんから授かったもんですから、かないな。これから何でもあれだな、発言に気をつけないと。
危ない。はい、ここに、よし、置けたー。なんとかギリ。あー、ベッドでかっ。置けねえ。しまった、ベッド置けないんだ。でかいですか？入んないですか？入らない。あちゃ、このあら、まあベッドしまおう。このベッドはでかすぎだ。くそー、そうか、よろい。いつかバカでかい曲線を作った時のために取っとこう。バカでかい、十分バカでかいですか、ここ。いや、まだまだじゃないですか。まだまだ半分ぐらいですよね。小さいベッド作ろうっと、小さいベッドはすぐ作れる。そうか、強化レンガ40、鋼、あ、ありそうだ。この辺に。鋼なかったっけかな。鋼持ってこなかったんですよね。鋼あんまりないな。鋼はあの雪国のとこにいっぱいありましたね。そうでしたね、はい。確か俺がバンバカ作った気がするんですよ。そうですよね。あ、強化レンガ、これ強化レンガかな。お、強化レンガ859もある。ってことは、全部ここに置いちゃったらまた物が作れなくなる。何がいった？なんか落ち間違えた。錬金が誰がどこにいたっけ？錬金ここですね。出た。錬金のそばに箱作ったっけかな。あった。中にあれを入れとこう。ハス、キハスの花。キハスの花でいっぱいになっちゃいそうだけど。そんなもんありました。あります。で、ここは、毛皮類はここ入れちゃえ。これもこう入れちゃえ。また来てるな、マンモスめ。あー、なるほど、そっか、マンモスか。よしと。あ、冷蔵庫ってこんだけしか入んないんだ。小さい方の冷蔵庫ですね。あ、大きい方の冷蔵庫なんてあるんですか？はいはいはい。俺まだ作れないな。あ、覚えてないですね。レベルは達してるけど。あ、知識ですか？はい。知識
識を目掛けて。あ、そうです、知識ですね、はい。なんで、くくりは何になります？ですね、知識の建築かな。違うな、なんかマンモス、荒ぶってるな、あいつ。違うな、建築じゃない。冷蔵庫はここか。鶴橋のマークですね。左から 1,2,3,4 番目。はい、ありました。はい、石道具職人、その下か。原子の料理人。はいはいはい。そこで、改良保存用箱っていうのがあった。あれ、覚え、お、緑に変わったぞ。ああ、いいですね。この使用可能ポイントっていうのは、なんか戦えば増やせるんですか？いや、レベルマックスだともうそれが終わりですね。はい。じゃあ、むやみに振っちゃったら戻せないってことですか、これ？あ、ただ、買える薬はもう作ってあるんで、もし間違えちゃっても大丈夫ですよ。じゃあ振り直すことしかできないんですか？そうですね、はい。なくなっちゃったらもうないです。あ、そうなんだ。はい。ああ、そっかそっか。で、これで、こうか。で、保管。おお、できた。改良、大きな箱、これかな。あ、違うな。保存用箱、改良保存用箱あった。あれなんだよ、はい、正解校いるのか、これ。そうなんですよ、つく、あ、持ってきまして、あ、ありますよ、正解校。どっかあります？ええ、あ、ちょっと待ってください。俺何作ろうとしなきゃな。正解校大丈夫だったかな。では、ここの鉄とか入っているところに入れますね。はい。何個入れますよ、世界。ちょっと待ってください。あれ、やべえ。あ、はい。保管。世界1個20個入れますね。あ、20個。わかりました。じゃあ、とりあえず、40個でも渡せばいいですか。あ、20個でいいですよ。20個でいいですか。はい。おーい。はい、はい、すいません。おーい。で、今日は俺どっかこの辺にさっき出たから、あったたたたた、1000個ぐらいある。これで作れる。で、これをだからどっかへ一回動かすか。あ、ここじゃ収まんないのか。そうですね。この箱をどかして横置きにします？この辺にこう、あれ？同じ、これを横向きにちょっと動かしますね、ごめんなさい。はいはい。斜めだ。これか。そんなに場所食わないんだ、これ。そうですね。よしよし。で、この中のものを全部取っちゃって、こっちを移せばいい。ペンペンペン。あ、あったあったあった。最初に氷を入れてやらなきゃ。鉄はすごくありますね、ここ。周りにもありますよね、それしかも。あ、そこそこそこ取れるんだ。はい、入るぞ。どうだっけ、この中だ。
なとこかな。あ、もう一個だ。よかった。で、これ。まあ遅いなこれ。ちょっと重なってるよ。何し作業台。もう込み込みですね。あ、やべ、これ入れちゃったからか。かなり最初は広かったけどもう狭いっすね。狭いっすねまあまあまあ、鉄管器はどこ入れたっけ。これか。なんやかんやあれですね、10時45分になりましたね。本当ですね。だんだん黙々と作業を始めちゃうとなんですよね今日メインの粛清があっという間に終わっちゃいましたからね待って待って待って、一瞬で終わりましたね、ここは最後にこの残されたここのスペースにあの鎧作業を作っちゃいますけど、はい、あ、どうぞどうぞ。はい、と21枚。よしよし、こんな感じだ。で、プラン、ここか。腐った肉はここと。骨粉を探してこないと。うんうん、はい。骨粉ってどっから取れるんでしたっけ。なんかこのですね、あ、作ってないか。骨を砕けばできるんですね。あー、そうなんだね。あー、今まで骨なんてもういらないなと思ったけど、骨粉作るのに必要なんだ。そうですね。なんだ、木の枝が足りない。あ、木の枝最近あんまり取ってなかったですねここにありました。あ、ありました。はい、レンガ使っちゃって大丈夫かな。あ、レンガその辺にいっぱい入ってませんか。あ、本当ですか。どっかに入れたと思います。あ、はーい。はい、
じゃあ骨持ってたかな。骨あります？骨は今ないです。あ、骨どっかに行けばいっぱいあると思うんですけど、ここの拠点ではないと思います。はい、とりあえずちょっとなら今4つできました。コップン、コップン、これか。粉砕機、あ、できた。骨はね、この光る棒の修理用に、そうですね、ちょっとは。20個ぐらいは持っておきたいもんですから。で、下手に骨を持つと、はい、合算されちゃうんですよ。せっかく30個ぐらい分けて持ってんのに。そうです、他のものもそうですよね。せっかくちょっとずつ持ってんのに。そう、それがめんどくさくてあんまり持たないようにして。この辺にね、なんかね、昨日この辺をなんか柱かなんか立ててるときに、はい、すごいあれなんだっけ、あれ、赤いやつの元がいっぱいあった気がするんですよ。この辺咲いた。ああ、ありますあります。この辺、いっぱい咲いてますね。どこだっけ、どこで見たんだっけかな。ですね、いや、歩きにくいなこの柱。誰ですか。あ、これだ。出たの。これが確か赤い実がなってなかったっけ。右かな、柱。あ、違う。あ、違います。あれ、あ、これ、あ、ハイランドベリー取れた。あ、はい。あ、この辺、これがそうじゃないかな。これ違うな、これ普通の。あ、ニセマンドラゴラだ。誰か欲しい人いましたよね。え、あー、視聴者さんでしたね。あ、そうでしたっけ。やすべさんではなかったですね。あ、そうでしたっけ。なんだっけ、これ。紫。紫、あ、はいはいはい、そう、青さん、はい、紫や、そうだ。そう、これ、あげれないんですね。そうですね、サーバーが違いますね。青さん、あれだ、確か、プレステ5でやってると思いましたね、確か。多分、プレステ5の方が、ゲーミング PC より描画力って桁違いですかね、やっぱり。うん、やっぱ PC の方が上ですね、やっぱ全然。あ、PC の方が上なんですか。全然上ですよ、PC の方が。あ、まあだから、なんだろう、下の方のゲーミング PC ぐらいの性能ですね。ああ、そうですか。なんか、やっぱプレステってこう、動画の描写に特化してこう、作られてるから上なのかなってずっと思ってたんですよ。はいはいはい。あ、まあ昔は上でしたよね。昔の、PC と比べるならそうですね。昔の PC なら、プレステ5の上ですけど。はい、昔全然もうね、昔も昔ですけど。あ、ハイランドベリー取れました。あ、はいはい。あー、ハイランドベリーは取れましたけど、マンモスもついてきちゃいました。出たー、出た出た、 MPK。 これ倒さなきゃダメですか。お願いします。鬱陶しいですかね。いやー、チラッとできた。いや、一人で倒すの結構しんどいな、これ。確かに。うわぁ。おっと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 。うわぁ、間合いが。すごい。かなり離れてても、一振りでやられる。
おお、踏まれてる踏まれてる、やばいよ。回復回復。あ、意外とやられてる。あ、回復じゃないこれ。回復しようと思ったらなんか明かりを持ってる。よしよしよし。あー倒したー、ナイス。戦ってる最中にハイランドベリー見つけたんだよ。あったあったあった。ちょっと冷蔵庫もう一個とおっしゃったんですか。一個にしちゃったんですか。どうせなら大きなニコリしようかなと思って。あ、なるほどなるほど、はいはいはい。いやで、やりかけてなんか違うこと始めたら忘れてました。俺まだ持ってたかな。あれとりあえずこれで人取りやんのかな。何しようとしてんだっけ。あ、そうだ、あれ聖火以降の延べ棒、はい、俺どっかにしまっちゃったかな。あ、渡しましょうか。あ、渡すっていうか、あ、もう手持ちなかったかな。あ、手持ちないな。鎧作業か鍛冶作業の方に200個ありますね。これ職人か。あ、こっちですね。これじゃない。あ、ここだ、はい、これを分けるか。復活で25個いただいて。あ、そうだ、じゃあさっき捕まえたナメシを連れてくるかな。あと何がいるんだっけ。成形木材とこのくらいでできなかったかな。あそこだ。行きながら名前変えてきますね。移動席は。はーい。あ、断熱木材か。断熱木材なんてもそんなあったっけかな。あ、ヨシさん、シノブが拠点何にするって言いましたっけ、はい、名前。え、どこですか。シノブ、寒いとこ、雪山は。寒いとこ、何にしましょうか。なんか、さっき面白いこと言いませんでしたっけ。あしたか山って言ってましたっけ。あ、なんだっけ、太郎坊じゃなくて。なんだっけな。明日かは、火山、あ、違う、火山は何でしたっけ。あ、火山間違うわ、あれだ、あの大涌谷だ、箱根だ。そうです、そうです、はい。だからここ何しますか。何しましょうか、寒いとこだから、はい。じゃあ、白馬か、白馬。雪山にしますか。あ、そうですね、ピンときますね、そちら。雪山なら分かりますね。そうですね、はい。はーい。雪山。だんだん自分で何ていう名前をつけたかは。そうですね、あまり適当につけると わけが分からないそうですね。でも特徴を捉えてれば、意外と忘れない気もするんですけどね。あ、はい。で、フルートがここ。あまりは返したとき、あまりはどこか返したときか。正解校が余ってるはず。5個余った。ついでに母さんも行ってくるからさ。
うわ、真っ暗。真っ暗ですか。ええ、火山、照明が、少ないので。ダイクはもう入れたから。氷あります？氷ありますね。あ、ありました。わかりました。じゃあ料理人が1でもいいか、2でか。なんだこれ。機体のランプなんて俺どっから持ってきたんだろう。あ、自分が作って多分入れといたやつだと。なんかの時に間違えて。そうですね、保管庫に入れといたもんで、多分さっき一緒に持ってきちゃったんですね。はい、使っちゃおう。どうぞどうぞ。これが朝軽、これが雪山、雪山、はい。あれ、本拠どこだ？本拠は牛伏海岸ですか？あの石が見つかりませんね、本拠の。あ、あったあった。え、なんだこの一瞬は。ちょっと待ってくれ。え？飛べない。あ、できました。はい。で、これに入れてやれば、はい、お、なんか実がなってる。お、あ、時差あるのかな。本拠は明るいですよ。あ、そうですか。本当に時差あるのかな。ですよね。今火山は暗かったから。こっち結構暗いですよね。あ、本当ですか。あ、じゃああるんだ、やっぱ。まあでも、まあちょっと明るいですよ。真っ暗ではない。あ、本当ですか。はい、ああ、本当ですか。正解範囲に持ってった方がいいな、多分。やったー。あ、ドラゴンの骨の指なんて、これなんで持ってんだろう。どっから持ってきたんだろう。から持ってきました。から持って、あれか、保管庫にあったの。ああかもしれないです。あ、このブラッ明るいレッド作っとこう。10個。はい、カジドどうしようかな。これは連れてっちゃっていいか。誰だ。マーボー、マーボー、もうちょっとここ邪魔だから。どう、うん、あ、違う、ナメシがいる。あー、まずい、もうちょっと。マーボーも、このフロアでいいや。この辺で見張ってろ。
多すぎるだろ。本当すか。一回ここに置いて、みんなどこへ配置したのか。よし、これで動くと。国標はいります。国標、まあ、ちょっと少なくはなってきましたよね。あ、じゃあちょっと2000個くらいはできます。はい、いいか、飛んじゃおう。これで全部名前が変えれたと、はい、阿佐ヶ谷、阿佐ガルズでしょ。で、はい、雪山が死の丘で、アシタカ山が火山と。で、はい、火山、アシタカ山になりました。はい、アシタカ山にしました。はい、じゃあ覚えておくと。はい、で、阿佐ヶ谷に向かえばいいんだよな。ああ、ヨッシーさん、11時過ぎちゃいました。あ、じゃあ、どっかこの辺でライブの方は、ちょっとすいません、都合上、ここでいいですか。はい、堕落が堕落したままこの、可愛い踊り手の横で。はい、お、はい、ちょうど並んだ、いい感じいた。あれあれあれ、ちょちょ、今膝の上にコントローラー浮いたらありますあります、よくそれ、俺もよくやりますよそれ。あ、はい、なんですか、堕落すると何、こんなゾンビみたいな顔になっちゃうんですか。そうなんですよ、気持ち悪くなっちゃうんですよね。ああ、これ徐々に治ってきますね、これ。ああ、鎧着てると分かんないですね、フェイスガードとして。あ、そうですね、サイクになっちゃって、すごい、こんなゾンビ顔でお別れしなきゃなんないですねそうですね、はいこの色お姉さんが綺麗だからこう打つのかな。はいはいはい、あ、はい、やっぱいいですね。よし、何も打さないと。ということで、はい、はい、じゃあそうですね、ということで、ライブの方終わりたいと思いますね。アディオスの時間にしたいと思います。はい、よしさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しい粛清でしたね。あっけなく終わっちゃいました。終わっちゃいましたね。本当次やるですよね。死のうか死のうかじゃあっちで起こしたいですね。そうですね。でも、社長、粛清ってお強いんでしょうみたいな。じゃあ、はい。あ、ごめんなさい。レイレオさん、すみません。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でしたとメッセージが入ってますね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、また美味しいラーメンを教えてください。そうですね。美味しいラーメンを、レイレオさん。今度はじゃあ、場所行ってくれればすぐヨッシーさんと向かいますんで向かえちゃうんではいはい、じゃあというわけで、本日のライブ終わりたいと思います。はいはい、それではご視聴ありがとうございました。次回のライブでまたお会いしましょう。さようなら。さようなら。リレオさん、かしこ連絡ください。はいはい、じゃあどうも。はい、じゃあこっち終了でーす。はーい。もーい。ありがとうございました。ありがとうございました、吉田さん。お疲れ様でした。じゃあ。おや？